松本清志高新越販売株式会社松本清志高新越販売は長野県長野市に本社を置き同県と新潟県山梨県でドラッグストア松本清志をはじめとする敬語スマホブランドを全展開している松本清志ホールディングスの連結子会社もともとは長野県岡谷市に本社を置き長野県内でドラッグストアファミリードラッグ ファミリー薬局を展開していた株式、会社健康家族と、新潟市中央区に本社を置き、新潟県を中心にディスカウントストア、マックスを展開していた、株式会社マックスが母体である。後者のマックスは1990年代後半から、ディスカウントストア事業化撤退し、店舗業態をドラッグストアに順次転換して、ドラッグマックスを展開していた。その後2004年、 平成16年に健康家族が2006年、平成18年にはマックスがそれぞれ松本清グループの参加に入って子会社となり2009年、平成21年に健康家族がマックスを吸収合わして現社名に称号を解消した2012年、平成24年1月には同じ松本清グループで長野県須坂市に本社を置き 道県北部を中心に店舗を展開していた、株式会社中島ファミリー薬局、なじファミリー薬局の全株式を松本清ホールディングスから取得し、中島ファミリー薬局及びドラッグ中島の店舗ブランドも参加に置かれた。さらに2015年、平成27年10月には、同じ松本清グループで山梨県甲府市に本社を置き、道県で店舗を展開していた。 株式会社板山メディコを吸収合併し、板山メディコの店舗ブランドも加わった。2010年、平成22年春以降、ドラッグマックスは店舗名をファミリードラッグに順次変更した。旧法人の店舗ブランドは経営統合後も引き続き、存続しているが、店舗サインには松本清グループの衣装に準じた松本清志更新越販売もしくは、 松本清グループのロゴタイプが設置されている。また経営統合直後は、新規出店に相店改装の際には、ファミリードラッグを店舗名に用いてきたが、2011年、平成23年春以降の新規出店に相店改装時には、店舗ブランドをグループ他社と同様、松本清のみとしており、医薬品、化粧品に強い旧健康家族、中島ファミリー薬局と、 食品、日用品、雑貨に強いマ m a x の合併前の各社の特性を生かした店舗構成を目指している。同グループが発行している松木をポイントカードは旧社のうち健康家族が先んじて導入した。MAX では独自の特ダネカードを導入していたため切り替えが遅れたが2009年冬から2010年春までの間に切り替えを実施し、現在は 全店舗で使用できる。なお、松清ポイントカードは、グループ内のポイントシステムの統合により、発行企業にかかわらず全国のグループ参加各店で、相互に使用できる。なお、松本清志ブランドの店舗は経営統合前から、すでに両県で並存しているが、このうち新潟県6店舗は、同グループの、松本清東日本販売が運営を行っている。詳細は後日。 店舗ブランドは、松本清のほか、合併前の、ファミリードラッグ、ファミリー薬局、中島ファミリー薬局、ドラッグ中島、板山メディコを含む、計6ブランドを展開している。2015年、平成27年11月現在の店舗数は103店舗、松本清47店舗、ファミリードラッグ38店舗、ファミリー薬局2店舗、中島ファミリー薬局4店舗、 ドラッグ中島6店舗、板山メディコ6店舗で、各地域ごとの店舗数は以下の通りである。新潟県の松本清ブランド店舗のうち、心コ当コ店、心ココモズ店、心ココ長岡店、クレスポ新潟赤道店、七畜三店、おじや店の計6店舗は、松本清東日本販売の運営によるものである。なお松本清は、 JR 東日本長野支社管内の駅店舗管理を手掛けるステーションビル緑運営の駅ビル2カ所にテナント出店してるが当初は緑長野店緑松本店とも松本清の運営で2006年の松本清東日本販売の発足に伴い同社一貫した緑長野の大規模改装後2015年 平成27年3月7日に再出展した長野店は開業時より高新越販売の運営となり一方の松本店も同年7月1日付で高新越販売へ移管しこの一連の再編によって長野県内の松本清ははべて高新越販売の運営となったまた経営移管後も唯一ドラッグマックスの店舗ブランドを継続使用しかつ 福島県唯一の店舗だった合津若松市の合津門伝店は同年7月1日付で東日本販売へ移管し店舗ブランドは松本清に転換された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。